川門の皆様、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけお騒がせして申し訳ありません。朝から、もう日曜の朝から申し訳ありません。千葉県県知事候補、千葉のバイデン、加藤健一郎です。安心安全でおもろい千葉を目指しております。千葉県県知事候補、千葉のバイデン、加藤健一郎です。お医者さんの立場からコロナ対策を考えております。千葉県県知事候補、千葉のバイデン、加藤健一郎です。今は国際情勢も大変厳しく、ですからまずは対立よりは結束です。2人の有力候補、若い有力候補の関さんと熊谷さんも大変優秀な方なんですが、40そこそこでまだ若くてちょっと不安があるんです。それで彼ら2人とも30そこそこで市長さんとか議員さんに、県議会の議員さんになってしまって、早く偉くなりすぎたので、千葉県のことは詳しいんですけど、国際経験、国際人脈とかが非常に不足しておられるんです。ですからこの2人は2人とも副知事になっていただいて、それでまあ4年1期だけ私が知事をやりまして、3人体制でまあトリオを組んでやるのがいいのではないか。4年間の任期のうち2人とも2年ぐらいは海外に出ていただいて、1年ぐらいは大学院の修士コースでも行っていただいて、もう1年は世界中を何か所か体験していただく。アメリカだけじゃなくてアフリカとかアラブのところとか、まあいろんなところ行っていただくというのがいいのではないかと。ずっと12年間か千葉の県政に市長さんとかで携わってて、まあ市長さんとかになると外に出られないんですよね。で知事になってしまうと、多分これから12年間くらい、3期12年間ぐらいどこにも行かれませんので、それは非常に本人にとってもマイナスなんじゃないかと思っております。ですから2人とも副知事になって、その間僕が知事に1期だけ、僕は1期だけしかやる気はありませんので、そういうのをちょっと自分の政策としては考えております。今大変な千葉県県知事候補、千葉の売店、加藤健一郎です。今大変戦国乱世の入り口みたいな時代ですので、大変危ない時代ですので、そしてサイバー、電磁波、宇宙、そういった高度な軍事技術ができておりまして、それが日常生活にも、まあ、使うような方は、まあ、犯罪的なこうサイバー軍、電磁波、サイバー、電磁波、宇宙の軍事技術を日常生活にも使うような、まあ、犯罪に使われるようなケースも増えております。ところが交番のお巡りさんにサイバーとか電磁波とか、そういう話をお聞き、相談に行っても、ちょっと手も足も出ないような状況がありますので、ですから千葉県庁の中に県知事直属の危機管理センターを作り、知事が中心になって専門家、千葉工業大学とか、まあ、千葉大学とか、まあ、いろんな大学が研究所もたくさんありますから、そういう専門家をお呼びして対応するとケースに、そして場合によっては現地現場に調査チームを派遣してレポートも作成いたします。で、まあそういう
安全保障的な問題以外にも北総線の運賃が高いんじゃないかとか、そういう問題もそこで検討をしたいと思っております。だから県民が困っている問題で、なかなかすぐには解決できない問題を、その危機管理センターをで知事を中心として、あの専門家を呼んだりして解決していきたいなと思っております。そして少子化対策ですけれども、20歳になったら希望者全員の卵子と精子を冷凍保存、凍結保存することによって、あのそういう体制を千葉県が率先して作りたいと思っております。精子と卵子を凍結保存しておけば、70歳、80歳になっても自分の子供を作ることが可能です。そして高齢化対策といたしましては、千葉県にゴルフ場がたくさんあるんですけれども、そのいくつかをお借りして、老人介護施設とその隣に併設して、すぐ隣に併設して職業訓練大学を作りまして、そうすれば昼間に老人介護の仕事をし、それで夜になったら大学で職業訓練大学校で、あの大学で勉強すると、そうすれば5年たち10年すると2つの資格が取れるんで、ダブルライセンスを取ることができるから、その人のキャリアがいろいろある、なんていうのかな、まあ介護に縛られない一つの生き方、いろいろできるわけですね。だからダブルライセンスがある、2つの資格を持って生きていくということは、その人のキャリアにとって非常に有利じゃないかなと思っております。そして発達障害や精神障害の方のために、まあ外房とか結構広い場所がありますので、農業校舎を作り、そこでやっていただくのがいいのではないです。で、発達障害や精神障害の原因の一つの原因、大きな原因としては農薬が考えられておりまして、特に妊娠中とか授乳中の赤ちゃんの時に農薬を受けると、脳の作り方が、脳が発達していく時にちゃんと脳ができないっていうか、そういう毒性があるらしいんですね。だからまあ、ちょうど無農薬の野菜を作るというようなこともそこで考えたらいいんじゃないかなと思っております。そして若者を大切に、日本は老人を世界的に比べても老人を大切にする国ですが、若者は世界のヨーロッパやアメリカの若者に比べて、なんていうか若者は冷遇されておりますので、千葉県独自に若者の日を作り、まあ、イベントなども考えております。それから、千葉県県知事候補、千葉の売店加藤健一郎です。最近は、まあ、多少治安も悪くなり、集団ストーカー事件なども世界中で多発しております。ですから日本では率先して千葉県が集団ストーカー防止条例を作りたいと思っております。千葉県県知事候補、千葉の売店加藤健一郎です。一部のカルト教団や労働組合の千葉県支配を許しません。というのも、カルト教団とか労働組合は自分たちの組織の利益をしか考えませんので、それを許すと千葉の政治、県政、千葉県政が歪んでしまう恐れが強いからです。千葉県県知事候補、千葉の売店加藤健一郎です。私の好きな言葉なんですけれども、情けは人のためならず、情けは人のためならずっていうのは、人に親切にすると回り回って自分に親切が返ってくる、他人に意地悪をするとぐる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 回ってブーメランのように意地悪が返ってくるという、まあ、そういう意味でありまして、情けは決して人のためじゃなくて自分のためにやってる行為だということを言っております。
自分がしてほしくないことは他人にするな。自分がしてほしくないことは他人にするな。これはまあ誰でもそうでしょうけど、いじめをしてほしくなければ他人をいじめないようにというような、まあ自分が希望してほしくないことは他人にするなというのは、まあ世界中でも言われていることわざというかですね。あと、まあただほど高いものはない、ただほど高いものはないっていうのはよく日常生活でも経験されると思いますけども、まあ政治家が出てきて老人医療費無料とか給食費、子ども給食費も無料だとか言いますが、よくよく神様が代わりにお金を払ってくれるわけではないので、場合によっては5年先10年先自分のところに請求書が回ってくる可能性がありますので、そういう話にすぐには飛びつかないで、こうどの人に投票するかを決めていただきたいなと考えております。それからもう一つは、人体を真似て国土を建設せよ。人体を真似て国土、人の人体というのは非常によくできておりまして、まあ例えば腹部の大動脈が非常に太いけど手足の血管は非常に細くできておりますが、人間が作ってしまうと東海道新幹線と北海道新幹線の同じ太さの新幹線を作ってしまうわけですね、古い規格の。で、まあだから人体から学ぶとすれば、北海道や九州の新幹線は場合によっては単線の新幹線でもいいんじゃないかと、そういうふうに人体の構造を真似て作ると非常に良いと。でよくあれなんですけど、泌尿器科の教授に聞いたことなんですけど、男の尿道と女の尿道は構造が違ってて、男の尿道には、ライフリングっていう溝が掘ってあって、で男のおしっこっていうのは回転しながらまっすぐ遠くまで飛んでいくらしいんですよ。で女の尿道にはライフリングがついてなくて、だからすぐ、まあ、飛び散ってしまうっていうか遠くまで行かない。なぜそうかっていうと、ドロドロした精液を遠くまで飛ばすためにはそれが必要なんだっていう。でだから男の尿道には構造的にライフリングがついていて、男のおしっこっていうのは回転しながら遠くまで飛んでいく。それはライフル銃が発明されるよりはるか昔に人間の体にはっていうか動物の体ですかね、人間の体についてた自然は偉大であると。その自然の人間の体を見て真似をして国土を作れば非常に無駄もないし効率もいいんじゃないかっていうのがあれですね。ですので、まあそんなところで長いこといろいろお騒がせして申し訳ありません。ご清聴ありがとうございました。鴨川の皆さん、ご清聴ありがとうございました。よろしく。千葉県県知事候補、千葉のバイデン加藤健一郎、よろしくお願い申し上げます。こんな感じで